ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。実は、最近アメコミにハマっているのよね。お、そうなのか霊夢。アメリカンコミックといえば、アベンジャーズとかのマーベルコミックのヒーローたちが大人気だよな。そうなのよ。アメリカのヒーローって強くて優しくてかっこいいのよね。まさにアメリカ人が憧れるヒーロー像って感じだよな。じゃあ今回はアメリカに実在した国民的ヒーローの一人、ケイシー・ジョーンズと、その彼が伝説となったイリノイセントラル鉄道事故について解説していくぜ。ヒーローと事故？一体どういうことなのかしら？いい質問だぜ、霊夢。まずは事故の概要、そして当時の鉄道事情をじっくり解説し、その後ヒーローの誕生についてを詳しく説明するから心して聞いてくれよな。わかったわ。よろしく頼むわね。イリノイセントラル鉄道事故とは、1900年に発生した鉄道の衝突事故なんだ。蒸気機関車を運転していた機関士は、100年以上経った今も英雄として称えられているんだぜ。衝突事故の運転士さんが英雄、一体どういうことなのかしら。1900年の4月30日に、雨が強く霧の濃いミシシッピ州の線路上で、貨物列車が立ち往生していたんだ。そこに、この事故の機関士、ケイシー・ジョーンズが運転する旅客列車キャノンボールエクスプレス号が衝突したんだぜ。線路上に止まっていた列車にぶつかってしまったのね。そういうことなんだ。機関士のケイシーは、大勢の命を救うために最後まで列車を止めようとし、最終的に命を落としたのは彼一人だけだったんだぜ。そんな、彼は自分の命を犠牲に他の乗客を守りきったのね。そうなんだぜ。そんな彼の勇敢な行動と劇的な死は、今も英雄譚として語り継がれているんだぜ。まさに運転士さんの鏡よね。100年以上も前にそんなことがあったなんて、感動的だわ。ぜひ詳しく教えてほしいわね。任せろ、霊夢。じゃあまずは、事故の舞台となったイリノイセントラル鉄道の歴史から詳しく解説するぜ。イリノイセントラル鉄道とは、1856年に完成してから1998年までの100年以上もの間、営業していたアメリカの鉄道会社なんだ。イリノイ州のシカゴからルイジアナ州ニューオーリンズ、アラバマ州バーミングハムを結ぶ、中部アメリカの巨大鉄道だったんだぜ。さすがアメリカね、すごい長さの鉄道だわ。そうだよな。完成当時は世界最長の鉄道だったんだぜ。その後もアメリカの鉄道会社を買収しては、自社の線路を延長し、発展を続けていったんだぜ。他の会社の線路を買い取って、自分たちの線路にしていったのね。そういうことだぜ。また、イリノイセントラル鉄道が所有したり使用したりしていた機関車は、歴史的価値のあるものが多いんだ。ほとんどの機関車が、アメリカ中の博物館に保存されているんだぜ。そうなのね。ところで、機関車と電車って何が違うのかしら？今更かもしれないけど、いまいちよくわからないのよね。いい質問だな。機関車というのは、車両の中に動力装置を備えていて、その動力を持った車両が動力のない車両を引っ張ったり押したりする鉄道車両のことなんだ。一概に機関車といってもその動力源は様々で、ディーゼル機関車やガソリン機関車、蒸気機関車や電気機関車もあるんだぜ。煙を出して走る蒸気機関車のイメージだったけど、電気機関車なんていうのもあるのね。そうなんだぜ。だから電気を使って走る鉄道車両である、電気機関車も広い意味では電車の一種なんだぜ。そうだったのね。機関車であり電車である乗り物もあるってことね。そういうことなんだ。日本で普及しているいわゆる電車というのは、動力が一つしかない機関車と違って、車両それぞれの床下にモーターが組み込まれているんだ。このように動力が分散していると、移動に大きな力が必要なくてそれぞれのモーターが小さくて済んだり、レールと車輪のスリップが起こりづらいので加減速しやすいというメリットがあるんだ。ふむふむ。車両も小さくて済むし、短い距離でも加速したり止まったりしやすいのが電車なのね。そうなんだぜ。しかしもちろん、動力を複数持つ電車には重大なデメリットがあるんだ。重大なデメリット？何かしら。それは、動力源が多いと動かす部分が多くなり、メンテナンスに時間がかかるという点なんだ。そのため、国土が広く長距離の線路がいくつもあるアメリカでは機関車が普及し、小回りが必要な日本では電車が普及したんだぜ。そういうことだったのね。よくわかったわ。よかったぜ。じゃあ話を戻すが、このイリノイセントラル鉄道はそんな機関車を複数所有していて、そのほとんどが乗客をたくさん乗せて運ぶ旅客機関車だったんだ。寝台車やものすごく豪華な車両も多く、機関車マニアにはたまらないラインナップなんだぜ。そうだったのね。中でも有名なのはシティオブニューオーリンズという旅客列車で、当時の人気フォークシンガーアーロガスリーがこの列車を歌ったことで、有名になったんだ。車両の名前が歌になったのね。日本でいうあずさ2号ってところかしらね。まあな。
そして、様々な鉄道を買収しながら大きくなっていったイリノイセントラル鉄道だったが、その後別の会社と合併することになるんだ。1972年にガルフモービル&オハイオ鉄道と合併し、イリノイセントラルガルフ鉄道と社名を改め、営業を続けていったんだぜ。名前をほとんど残しつつも、完全に買収をしていた立場から、合併という立場になったのね。そういうことなんだ。そして1999年にカナダ最大の鉄道会社、カナディアンナショナル鉄道に買収され、イリノイセントラル鉄道開業150周年を迎えた2001年を最後にイリノイセントラル鉄道の名前は消えることとなったんだ。そうだったのね、なんだか寂しいわね。他の鉄道会社を買収して大きくなったが、最終的には自分たちが買収されることになったってことだぜ。かといって買収が悪いわけでも、買われた会社が不幸になるわけでもないんだから、安心してほしいぜ。確かに、そうよね。さらにイリノイセントラル鉄道の鉄道車両が、アメリカの様々な博物館に展示されていることは伝えたが、あのシティオブニューオーリンズはアメリカの公共鉄道会社アムトラックによって今も運行されているんだぜ。そうだったのね。会社がなくなっても、乗客たちから愛された鉄道車両はなくなることはないってことね。ということで、かなり長くはなったがこのイリノイセントラル鉄道事故が発生した、鉄道会社の歴史についての解説は終わりにするぜ。そして次はいよいよ、本題の事故とヒーローの登場について解説をしていくから、しっかり聞いてくれよな。よろしく頼むわね。事故の前日となる1900年4月29日、機関士として列車の運転していたケイシー・ジョーンズは、次の運転までの休憩のため、アメリカテネシー州のある駅にいたんだ。ところが、別の列車の運転手が痙攣を起こしてしまい、代わりにその列車を運転してほしいと頼まれたんだぜ。ふむふむ、すでに定刻を過ぎていた列車だったが、ケイシーはどんなに困難な状況でも定刻通りに運行することへの挑戦に、やりがいを感じるタイプだったんだ。彼は二つ返事で引き受けると、スピードの出る機関車とシムという優秀なアフリカ系ボイラーマン、そして軽量の客車を率いて走ることにしたんだぜ。ちなみにボイラーマンというのは、蒸気機関車の動力となる、ボイラーの火を扱う職業のことだぜ。なるほど、間に合わせるために車両を高速にカスタマイズしたってことよね。その通りだぜ。ただ車両は完全にスピード特化に用意できたが、天候は最悪だったんだ。雨も降っていたが、それよりも霧が濃くて視界が悪いことの方が、このカーブの多い路線では致命的だったんだぜ。でも、蒸気機関車なら霧なんかより、雨が降り続ける方が良くない気がするんだけれど、いい着眼点だな、霊夢。ただ、この頃の蒸気機関車はすでに相当進化していて、湿度が高い状態でも問題なく動かすことができたんだぜ。そうだったのね。この列車は本来、23時15分に駅を発車し、翌朝4月30日4時45分に目的地へ到着する運行予定だったんだ。それなのにこの時は、発車時刻が95分遅れ、24時50分に駅を出発したんだぜ。1時間半も遅れてしまったのね。それならとてもじゃないけど、定刻通り着くことはできないわよね。普通ならそうだよな。ただ、この時ケイシーは猛スピードで運転を続け、ほとんどの遅れを取り戻すことに成功していたんだ。時速120キロほどで走行していたようだぜ。そんなに速いスピードで巻き返したってことなの、すごい腕なのね。そうなんだぜ。ただこの時、ケイシーの運転する列車は半径 2.4 キロもの長い左カーブに差し掛かったんだ。この列車の機関士席、つまり運転席は右側にあったため、ここまで巨大な左カーブだとケイシーからは前方がよく見えなくなってしまったんだ。そんな、いくら線路の上を運転するとはいえ、前が見えないのは致命的よね。そうだよな。そしてとうとう、最悪の出来事が起きてしまうんだ。ケイシーのいる機関室とは反対の左側に座っていたボイラーマンのシムは、多少前を見ることができたんだ。そしてシムは、なんと赤いランプのついた別の車両らしきものが、線路の前方を塞いでいることに気づいたんだ。嘘でしょ、そこで止まっている車両へ、時速120キロの猛スピードで突っ込んでいってしまったってことなの？そういうことなんだ。前方に別の車両を見つけたシムは、本線上に何かいるぞと、ケイシーに伝えたんだ。それを聞いたケイシーは、飛び降りろシム、と叫んだんだぜ。そしてシムは衝突地点から90メートルほど手前で飛び降り、落ちた衝撃で気を失ったんだぜ。運転手のケイシーさんは、まずはじめに仲間を逃したのね。それにしても、生き残るためとはいえ、走行中の列車から飛び降りるのってすごい勇気だと思うわ。そうだよな。そんなシムが飛び降りる直前に聞いたのは、ケイシーが乗員と乗客に危険を知らせるために鳴らした長い汽笛だったと言っているぜ。ちなみに、そのタイミングではすでに列車は定刻から2分遅れの状態にまで、回復していたらしいんだぜ。95分遅れから2分まで立て直していたの、すごい追い上げよね。
そうなんだぜ。でもそのスピードでは、線路上の障害物との接触を避けることはできなかったんだ。シムが飛び降りると同時に、ケイシーは車輪へ逆転をかけて、ブレーキを非常位置へと切り替え減速したんだ。時速120キロから急停止を試みたのね。そういうことだぜ。ただもちろん列車はすぐに止まることはできず、止まっていた木造の車両や干し草や穀物、積み荷の材木など次々と破壊して最後は脱線したんだ。け。一体どうなっちゃうのかしら？止まっていた車両を粉々にし脱線したケイシーの列車だったが、ケイシーが最後まで運転台に残って減速させていたおかげで、当初時速120キロあった列車は衝突時には時速56キロまで減速していたんだ。そのおかげで、乗客や乗員に死者や重傷者は発生しなかったんだぜ。たった一人犠牲になったのが、最後まで先頭の運転席でブレーキを握っていたケイシーだけだったんだぜ。そうだったのね。彼は助からなかったのね。そうなんだぜ。残骸からケイシーを引きずり出した時、彼にはまだ息があり、警笛の紐とブレーキレバーを握りしめていたんだ。その後、事故現場から約800メートル離れた駅までストレッチャーで運ばれた後に、死亡したんだぜ。命を懸けて乗客を守った上に、ブレーキレバーを握りしめたままお亡くなりになるなんて、運転手さんとしての執念を感じるわ。そしてこの事故の発生から5時間後には、車掌による報告がされていたんだ。ただ、その内容は機種による信号を、機関士が見落としたというものだったんだぜ。その後に発表されたイリノイセントラル鉄道公式報告書でも、この内容が採用されてしまったんだ。嘘でしょ。ということは、命がけで乗客たちを救ったケイシーさんに、すべての事故の責任があるということなの。そう報告されてしまったんだ。ケイシーが衝突した車両の機種は、停止している車両から十分に離れた距離に信号雷管という、列車に緊急停止させるための合図を送る爆竹を設置したと証言したんだ。さらにそこから、さらに離れた距離で旗を用いてケイシーに信号を送ったと言ったんだぜ。それなら、本当にケイシーさんが見落としてしまったのかしら。正直、この事件に関しては真相はもうわからないんだ。ただ、機種の証言は裏付けとなる証拠は一切なく、本当はそこにいなかったのではないかと考える者も多いんだ。さらに鉄道士の研究家たちはケイシーの機関士としての経験を考慮すると、信号を見落としたと信じることはできないと、公式報告書に異議を唱えているんだぜ。それはそうなるわよね。そして何より、衝突の直前までケイシーと同乗していたボイラーマンのシムは、我々は機種や照明弾を見ていないし、信号雷管の爆発音も聞いていない。何も知らずに車両に突っ込んだのだ。と、死ぬまで主張し続けていたんだぜ。直前まで一緒にいたシムさんもそう言ってるのなら、もう間違いない気もするわね。まあそうだよな。そしてこの事故は全米に大きく報道されて、ケイシーのその勇敢な最後に大きな感動を呼んだんだ。彼を称える多くの物語や歌が作られて、ケイシー・ジョーンズの記念切手まで発行されたんだぜ。切手まで、すごいわね。ケイシーさんの名前はアメリカ国民に深く浸透していったのね。その通りだぜ。さらに彼のストーリーは一過性のブームで終わることはなかったんだ。事故から半世紀後の1950年には、あのディズニーが勇敢な機関士と題したケイシー・ジョーンズを主人公にしたアニメ映画を制作したんだぜ。アニメ化までされたのね。しかもディズニーからってすごすぎるわ。そうだよな。ディズニーはそれ以外の作品にも、ケイシージュニアというケイシーの子供のあだ名をモチーフにした蒸気機関車のキャラクターを登場させているんだぜ。それ以外にもアメリカでは、彼のテレビドラマが放映されたし、彼を歌った歌は何曲も作られてレコードには彼の肖像画がデザインされていたんだぜ。さらに意外なところでは、アメリカ三大ジーンズブランドの一つで、ジョン・レノンがジャケットを愛用したことでも有名なラングラーは、ケイシー・ジョーンズ・カンパニーという彼の名前を冠した作業着製造会社の肖像画発祥なんだぜ。そんなところにまで影響を与えるだなんて、アメリカの英雄ってすごいのね。そうだな。確かにヒーローを求め、強く憧れるアメリカの国民性もケイシーが英雄とされるのに一役買ったのは事実だぜ。ただ、一つの職業を突き詰めて極める姿は人々を魅了するし、他の人を救うために命を懸ける人は称えられるのは当然だと思うぜ。そうよね。だからこそケイシーさんは、100年以上経った今でも英雄としてあり続けているのよね。ケイシー・ジョーンズの墓は今もアメリカのテネシー州にあるんだ。墓石には彼の伝説的な最後のストーリーが刻まれていて、ちょっとした観光名所の一つにもなっているんだぜ。
これからどんなに時間が過ぎていっても、彼の英雄譚はいつまでも語り続けられていくんだぜ。それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あとこの事故を紹介してほしいっていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。